近平逮捕されたのかという、うん、拘束されてるクーデターだ。それはないだろう、うん、もう大飢饉の時代ですからね、うん、改革路線と習近平路線との対立関係、うん、このままじゃ冷え上がると、うん、こんにちは、カズです。ユキです。越境 3.0 今日はすごい岡田さんに息がぴったり、はいはい、どんどん合ってきました。合ってきましたね、はいはい、皆さんおなじみの、及川幸久ザ・ウィズダムチャンネルの及川幸久さんです。はい、今日も越境 3.0 チャンネルお邪魔します。はい、こんにちは。こんにちは。そしてこんばんは。そしてこんばんは。はい、及川幸久です、はい、ということで今日も進めてまいりたいと思います。はい、僕ゆきさんのチャンネルの方で、ええ、結構スクープ的な動画をちょっと拝見したんですけど、うん、習近平逮捕されたのかという、うん、動画結構センセーショナルな内容ですけど、そうですね、ちょっとまだご覧になってない方はちょっとぜひご覧になっていただきたいんですけど、うん、まあ結構多くの方の意見が、うん、第3期続投、習近平異例の第3期続投っていう、うん、そういうニュースメインされてる方多いんじゃないかと思うんですけど、うん、その第3期は危うくなってきてるできたかもしれないっていうことなんですけど、ね、これ、ね、きっかけがですね、うん、チャイナウォッチャーっていうか、習近平をずっとウォッチしてる人たちからすると、もうなんか1週間ぐらい前からおかしいんじゃないかって噂だったらしいんですよ、うんうん、っていうのは、もともと9月の14日に、ウズベキスタンのサマルカンドでの上海協力機構のサミット、うん、ここに行ってるわけですね、うん、で突然急に帰ってきたのが9月16日の夜なんですよ、うん、そこからこの今この収録中の現在に至るまで、うん、今日が27日ですか、うん、だからもう10日以上公に姿は出してないんですよね。あ、1週間ぐらい前ぐらいから何かおかしいんじゃないかっていうのはチャイナウォッチャーの間では結構出回ってたらしいんです。うーん、それがネットで逮捕されてるんじゃないか、自宅軟禁じゃないかっていう話が出たのが先週の金曜日なんですよ。うん、先週の金曜日だから何日になるのかな、23日ですね。うん、23日にその話が出て、私がこれを聞いたのが翌日の24日の土曜日の朝でした。うん、土曜日の朝に私の知り合いでこういう情報にすごい早い人がいるんですけど、聴導員大学さんって知ってません？いや、ちょっと存じ上げないです。知ってる方もいるかもしれませんけど、聴導員大学さんっていう、うん、まあ昔自民党の昭和の時代に、うん、自民党 のフィクサーだっていう、うーん、最後のフィクサーとか言われた人がいるんですけどね。この人 YouTuber なんですよ、はいはい、今はもうかなりご高齢なんですけど、うん、この方の YouTube チャンネルよく出させてもらってたんです。うーん、ちょっといろんなきっかけがあって親しくなって、うん、定期的に出させていただいて、今出れなくなっちゃったんですけど、うん、でもよくお話してて、うん、で電話かかってきて、ね、土曜日の朝に、及川さん、習近平が自宅軟禁されてるらしいんですから何か聞いてますかっていうふうに電話かかってきて、と思ってね、うんうんうん、それはサマルカンドから帰ってきて、そうで空港かなんかで拘束されたか、9月の16日の夜中に、うん、空港でそこで拘束されてって、そういう話だったでしょ。うん、それ僕ゆきさんの動画で、ま、見たんですけれども、うんうん、なんか本当はサマルカンド、あそこ上海協力国の首脳が集まる会談だから、うん、いろんな人との個別の会談がなんか予定しているにもかかわらず、うん、そういうのが全部キャンセルして帰るほど、うん、結構慌ただしく、うん、なんか中国に戻っていったっていうふうに言いましたけど、そうですね、そういうことが後でこう、そう後で、ね、出てきたんですよね。うん、で私もいろいろちょっと手を尽くして、うん、で中国関係の人にもう聞けるだけ聞いたんですね、うん、土曜日から日曜日にかけて、でほとんどが、うん、それはガセネタじゃないかと、うん、確かに表に出てきてないのは確かなんだけど、うん、しかしだからといってね、拘束されてる、自宅軟禁だ、クーデターだ、それはないだろう、うん、まあ、普通に考えたらありえない、うん、おかしいとか思いますけどね、うん、という特に中国人関係の人に聞けば聞くこと大体そうだったんですよ、うん、でまあそうだろうなと思いながら、ただ一応こうどういう話が出回ってるのかっていうことだけ、うん、とりあえずまとめて現時点の情報をまとめて動画にして、まあ後で「あ違ってましたね」でもいいかなと思って、うんうん、噂ですよと、あくまでも噂ベースでこういう情報も一方で出回ってますっていうことですよね。それで出しただけなんですけどね、うん、
いやでも結構ショッキングなニュースでしたし、うん、僕は十分ありえるなって思ったんですよ、うん、その動画を見て。それはなぜかというと、あの日本に住んでいる中国人の大学の先生、僕何人か知り合いがいるんですけど、はい、まあ、彼らがその新型コロナが始まった間もない頃、うん、習近平総書記の第3期続投あるかないかみたいな話をしていたんですよね、うんうんうん、その時に完全にないって言ったんですよ。でこれはなぜかというと、うん、もう中国国内では、うん、その中国経済 の, その低迷というものを、うんうん、これやっぱ習近平の責任というものを、ね、感じている共産党の幹部が大勢いると、うん、で彼らが習近平を引きずり下ろそうとして、うん、もうそれの準備体制を整えているから、うん、だからひょっとしたら、まあ、まあ革命とかクーデターとか、うん、そういうことは起こり得る可能性十分あるし、うん、まあ、少なくとも第3期続投は考えられないと、うん、まあ、経済界では特にそういう動きがすごい強くて、うん、まあ、やっぱそれで倒産させられちゃった企業とか、うん、まあ、あとは環境問題とかその学習塾とかゲームとかもいろんな細かいところをいろんな規制をすごいかけてたじゃないですか。やりましたね、うん、で経済もうそっちのけでそういうことをやってきたので、うん、いろんな会社が習近平によって廃業を迫られていると、そういうような会社がたくさん出てきたので、うん、相当反論もやっぱり強いらしく、うん、それはすごく考えられるところで、うん、私もあの中国関係に聞くと知らないだろうって言われるんだけど、日本人の中国専門の方に聞くと同じような感じであり得るっていう。そう、でそれは中国国内にいるとそういうことが一切言えないじゃないですか、うん、そうですよね、どこで誰が見ていてね、すぐに捕まるかも分かんないし、まあ、だからそういう中国国内の人はなかなかそういうこと言わないと思うけど、思ってても言わないと思うんですよね。でも日本国内にいる中国人は、まあね、まあ、中国国内の中国人よりは安全ですから、逆に客観的に言えますね、客観的に、うん、だからそういうことを言っている方もいますよね。それはすごくあり得ますね、うん、あの今あのカズさん言われた特に経済のところですよね。結局あの中国共産党が何をもって評価するかっていうと、うん、まあ、あの経済やってるんですよ、うん、っていうのはやっぱり中国っていう国の最大の特徴は人口が多すぎる、うん、要するにこの人口をある程度食わせないと暴動が起きてしまうの で,、うん、で中国共産党が一番恐れてるのはやっぱり失業者が何億人単位で出て、うん、で革命が起きるってこと、なんとか食わせていかなきゃいけない、うん、これまでの中国の革命もそんなのばっかりしたもんね。そうですよね、うん、結局その飢餓に苦しん で,、うん、でそれで国内混乱してみたいな、うん、でそれは、まあ成功したのが鄧小平からの改革開放路線っていう、うん、でこの改革開放路線っていうのを、まあ、習近平が否定した、うん、否定して毛沢東に帰るんだと、うん、毛沢東の頃って言ったらね、うん、もう大飢饉の時代ですからね、うん、でも鄧小平の場合はあれですよね、確か稼げるものからどんどん稼いでいきなさいっていう言葉で有名な、うん、まず止めるものが先に止めればいいんじゃないかっていう、うん、これを否定してしまったので、うん、この数年間の間に多分中国共産党の中で習近平の毛沢東路線に帰る方向なのか、うん、それとも改めてこの改革開放なのかっていう、うん、このせめぎ合いがあったのは確かだと思うんですよ、うんうん、であの、まあ、今の今日のこのテーマのね、この今出てる噂がデマなのかどうなのかちょっと置いといて、うん、ただ確かなのはこの改革路線と習近平路線との対立関係、うんうん、これは確かだと思うので、うん、これが10月の党大会に向かってずっとこの対立が激化していくんだろうなと思います。うーん、なんか前回の動画でイタリアのメローニ首相の話しましたけど、今世界中どこもかしこも二極化ですね。本当ですね、ね、本当ですね。今までこう一極集中だったのがもう完全に玉が外れて、うん、いろんな勢力がまあ現れて、うん、でやっぱり特に不利な側がこのままじゃ干上がると、あのこの中国共産党で言えばやっぱりあの江沢民派っていうかね、うん、この改革開放路線の側からしてみると、もし10月の党大会で、うん、習近平3期目を決めてしまったら終身制になるかもしれないので、うん、法律変えちゃいましたからね。そうするとこの改革開放の側からしてみると今が最後のチャンスか、最後のチャンス動かないわけにはいかないというところまで来ているのかもしれないという、それは可能性は十分ありますね。ですよね。
でそれで、まあ、ひょっとしたら逮捕されてるかもしれない、ひょっとしたら中国がクーデターを起きるかもしれない、うん、これは、まあ、あくまでも噂ということで、はいはい、信じるか信じないかはあなた次第と、というところですけど、ね、これ続報をちょっと、ね、待ちたいと思うんですけども、はい、まあ、一つの目安としてはその習近平さんが表舞台に出てくるか出てこないかですよね、うんうん、そのあたりのニュースをねまたチェックしていきたいと思いますし、あの及川幸さんチャンネルの方でも続報を、そうですね、あの、私はあの決してチャイナウォッチャーっていうことをあのまさに中国ができるわけじゃないから、うん、あの そんなに見れてないんですよ、うんうん、であの私が結構信頼してる方で、うん、渋谷司先生っていう方がいて、元拓殖大学の海外情勢研究所、うんうん、あ、その方とニコラマチャンネルのライブをやるんですよね。そうなんです、今週の木曜日かな、今週の木曜日か、木曜日にやる予定なんですけど、うんうん、この渋谷司先生っていうのがずっとねこの習近平をウォッチしてて、うん、中国もご専門なもんですから、うん、結構前からクーデター説っていうのを言われてたんですよ。前から言ってたんですか。すごい読みですね。すごい読みなんですよね、うん、この方が今ね YouTube やってるんですよ、うんうんうん、YouTube やってて渋谷司の中国カフェっていうね、あ、見てみよう、あの YouTube で検索すると出てきます、うん、まだね本当にあの始めて1年弱ぐらいなのかな、うん、しかしこのところね急に見る人が増えてきてる、うん、でそれだけ気になってる人多いんでしょうね、と思いますね、うん、この方の情報っていうのを、まあ、私はちょっと信頼してまして、うん、で今度あの私のニコ生でも出ていただいて詳しく聞こうかなと思ってます。うん、はい、ちょっとそちらも楽しみにしてますので、はい、ちょっとまた続報をね、ちょっと気になるんで、はい、ちょっと僕もいろいろ調べてみたいと思います、はい、え、よろしくお願いします。ということで本日は及川幸さんにお越しいただきました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日の8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。